うん、大丈夫。いただきます。今回の魚ってこんな感じなんや。ねっとりのっぽこれの45サイズ、はい、帰宅してきました。ちょっと当日はですね、バタバタしてたりタイミングが合わずで次の日の撮影になってるんですけど、この度27歳になりました。おめでとう僕。で、今回はすごくラッキーなことに、当日次の日とお仕事のお休みが被ったので、友人に福井県にてお祝いをしていただきました。福井県すごく良かったです。なんか心の底からリフレッシュできた気がします。もともと田舎出身なんですけど、大学から都会に住み始めて、改めてですね、自然の良さを感じれた日でした。で、まあ今年で27歳になって、また一つ30代に近づいたんですけど、去年からの1年は僕にとって変化の年でした。まあ理由は YouTube、Instagram、SNS を始めたのが大きかったです。一昨年みたいに SNS をしてなかったら、出会えなかった人と出会いたいとか、巡ってこなかったであろうお仕事をさせていただいたりとか、すごく刺激的で、
自分の中のですね価値観と考え方がガラッと変わったなと思います。でもどうしてもですね、お仕事をしながらこう SNS 活動していると大変だな、忙しいなって思う時はあるんですけど、それ以上になかなかできない経験をできてるなと思ってます。でもこれもいつも見てくださっている皆様がいるからだとも思うし、改めてこう、また一つ年を取った節目として感謝をお伝えさせていただければなと思います。本当に皆様ありがとうございます。今年の目標もですね、去年と変わらず挑戦し続ける一年にしたいと思ってます。去年はインスタグラムを始めて、ありがたいことにダイエットサポートも始めさせていただいて、いろんなことをできたのかなと思うんですけども、今年は何かこう形に残るようなもの、昔からの夢だった自分のオリジナルブランドを持ってみたいっていう気持ちを実現できるように挑戦していきたいなと思うし、 YouTube をすごく頑張る一年にしたいなと思ってます。あとはそう、自分磨きですね。これはもう僕の人生の目標として、年を重ねてたとえおじさんになったとしても昔よりかっこいいなって自分で思えるように日々努力していこうと思ってます。で、2日目にショッピングをしてきまして、そちらの購入品紹介を同時にさせていただければなと思います。まずじゃあこっちからナノユニバースでですね、綺麗めのスラックスを購入してきました。キャメル色のセンタープレスがついたストレートスラックスです。アウトレットで購入したんですけど、色がすごく綺麗だなっていうのと、夏なので白 T シャツにタックインでパンプス合わせてシンプルでかっこいいコーデにしたいなと思ってこれを購入してきました。次がですね、ずっと欲しかったキーポルを自分の誕生日プレゼントということで購入してきました。前の Vlog で1ヶ月ぐらい前かな、少し早めの誕生日プレゼントということで美顔器も買ったんですけど、ちょっと誕生日の日に見たら、去年頑張ったしいっかということで奮発しちゃいました。でも本当に旅行バッグはずっと欲しくて、お仕事上1泊2日とかのちょっとした出張に行くことがあるんですけど、そういった時にですね、今まで IKEA の買い物バッグを使ってたんですね。本当偶然状態のいいものを見つけれて大満足です。サイズは45サイズにしました。最初は多分使いたいと思うんで、カフェで作業する時とかパソコンとか入れてスカスカですけど持ち運ぶと思います。はい、でも本当に可愛い。はい、ですね、購入品としては以上です。ということで今回の誕生日 Vlog の動画はこの辺で終わろうと思います。次はですね、やっと新居に引っ越してきたルームツアーを撮影しようと思うので、ぜひ次の動画もご覧いただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。これからも皆様ぜひよろしくお願いします。それでは、バイバイ。